監督はあれですか、ロッテの監督は何年やられたんですか？3年やられたんですか、はい、あ、何年目でしたかね、優勝したのが。1年目、1年目に優勝しちゃったんですよ。15連敗だから、なんかロッテが食らった時あったじゃないですか、うん、あの時監督はロッテいらっしゃったんですか？あの時は内野守備走塁コーチだったかな。ベンチいたんですか？でその18連敗かな、18勝てると思ったら黒木がグリーンスタジアムでバーンと打たれて、あれがね16連敗ってあれで、うん、いや今日でちょっと体がね、はい、調子悪くて、その途中いなかったのよ、チームに帯同してなかったんで、はい、で復帰したのがその黒木が打たれた試合、はい、神戸から、うん、で自分がよし復帰してよし今日は勝ちだっていけた試合でしたもんね。ホームラン打たれて同点になってね、はい、結局は負けたんだけどもっていうとこあったね。だから18連敗の中ずっとはねそこはいなかったんで、うん、それを経験されて、はい、その何年後っていうか、いつですか監督になられたのは？その何年後だろう、もう10年ちょっと後じゃないかな。あ、もうそんなに間があったわけですか。それが言ったようにもう今亡くなった近藤さんがね、監督の時だったんで、飽きたんですね。そうそうそう。でまあその後バレンタインが来てヘッドコーチやったりとかしたんで、2010年の監督なんで、あれがね多分1997とか8とか8ぐらいだったんじゃないかなっていう気がするけどね。バレンタイン来た時はあまりにもその画期的な、僕らは日本人がびっくりするような、例えばショートサードも下がっといてピッチャーが振りかぶったらダーッ来るみたいな、前進じゃないよっていう、あれどういう作戦だったんですか？僕らも日本ハムあの後真似して使ったんですよ。前進してないよと1点どうぞって雰囲気を見して実は前進っていう作戦ですか？まあそういう作戦だろうね、そこはね。でもバッターとしては前出てくるのは見えるからね。見えますよね。そういうのをバレンタインって平気でやったんですよ。いやいや、もういろんなことをねあの人はやったんで、ただやっぱり今までにこうなかったようなことをねやっぱりやったっていうところは、これも野球のねまあ作戦というか一つじゃないかなというふうには思ったんで、その中でねこれは本当にいいものなのか、まあダメっていうかね、それが成功したらそんなことないんだけども、それ自分の中でこれを取り入れよう、これはやっぱりやめようかっていうね、やっぱりいろんな勉強させられたんで、すごく良かったんじゃないかなと。あの時はだって他球団の僕らがびっくりしてるんですから、チーム内はもっとびっくりすると思うし、申し訳ないですけどロッテのチームカラーって自由奔放、まああの時はねそうやってねやっぱり見えるもんね、もう伸び伸びじゃないですか。その時のヘッドコーチって間に入るわけですよね。監督がやりたいことやるけど、まあ、もちろん通訳もいるし、通訳以上にどういう野球やるかをヘッドコーチが伝えるわけですよね。だから、まあ、監督自らねみんな集めて当然ミーティングもするし、でもそれ以外の時には、監督のそういういろんなことを選手に伝えないといけない、逆に選手もいろんなことを言ってくるわけだから、やっぱり来ますよね、あの連中は。あの当時の「なんでこんなことやるんですか?」とかありましたよね。ただだからといって全部ねそれを監督の耳にやっぱり入れるわけいかないんで、自分の中で何やこれはもう選手には監督と話ししとくわと、でいや違うところでも辛抱しとけと、監督はねやっぱりこういう考えなんで辛抱してちょっとやっといてくれっていうところになるんじゃないかな。そうでしょうね、そこはね。あの時の我々が見てたのは相当ヘッドコーチのところでろ過して、西村さんヘッドでろ過して選手に伝えて、この逆もあるから、ヘッドって仕事って大変だろうなっていうのは感じてて、あれでもやっぱり役に立ちましたか、その後に監督やった時に。全てがねやっぱり、役に立ってると思いますよ。ロッテのその西村監督が優勝された時のライオンズだったらバッテリー中心に守りとかっていうテーマがあったんですけど、監督の中にロッテの優勝した時のあの1年のどういう野球やるっていうのは、攻撃なのか、とにかくやっぱり点取らないといけないっていうのがあったんで、よくねコーチの人たちも選手を乗せてくれてね、点取れたんじゃないかなっていうところはね、まあメンバーをねやっぱり今振り返ってみるとやっぱりいいメンバーがね揃ってたんじゃないかなっていうのは当然あるんで。ただやっぱりその雰囲気っていうのはすごく大事したよね。雰囲気はね。まずはですね。乗せてあげようっていう。そういうのは大事じゃないかなっていう。でどの辺で優勝する手応えを感じましたか？もう途中まではね良かったで、夏ぐらいからちょっと落ちたというかね。でもそれでも最終的には3位だったんだけども、優勝というところはもう常にみんな思って戦ってて。でもうリーグ優勝はないというところが、まあ、当然終盤になってね、でも今と一緒でクライマックスシリーズあるんでっていうところでみんなとこう一緒に。すみません、俺勘違いしました。下克上の時の監督ですね。そうそう、2010年。ドラマティック下克上。そうっすよね。はいはい。もうじゃあもう正直もう解説者の立場も今度なるじゃないですか。はいはい。そしたら言えると思うんですけど、まだまだ優勝狙うってやってたらわけないですよね。もうよしこことにかく A クラス入ってプレーオフ行くぞっていう。そうそう。だからもう優勝の可能性がゼロまではやっぱりね、みんなでやっぱり優勝を目指すと。でもゼロになったからもうそこはもうないわけやから、はい、じゃあ今度はクライマックスと、はい、今このプロ野球の中でもそういう制度があるわけだから、ね、なんとかね、うん、そこをやっていこうと、はいね、制度がなかったらあるわけやからで最終的にまあ言ったように3位、はい、で最後の試合で一番最後の試合で勝ったら3位負けたら4位っていうところだったんでね。はあうん、ちょっと戻しますと、うん、川崎劇場の時、はい、監督バリッバリのレギュラーで出てたじゃないですか、はい、あの時のと似てんですか、そういう心境って。この勝ったら優勝とか負けたらとか、うん、引き分けでも川崎劇場は負けた、ロッテが勝っちゃったらダメだったわけじゃないですか。で近鉄と戦ってる時にどんな気持ちだったんですか、ね、いやあの時に多分チームとして最下位だったんかな、うん、でまあ近鉄が優勝、はいうん異様な空気だったんですよね、うん、で負けたら西武が優勝っていうところだったよね、はい、ただ自分たちとしてはやっぱり、ね、試合勝負をやる以上は意地があるんで、うんうん、絶対この2試合はね、負けないぞという気持ちでねみんな戦ったんで、うん、でまあ負けと2試合目引き分けやったかな、うん、そうですね、うん、申し訳ないですけど途中ライオンズナインは西武球場の金量とかみんな途中で集まれになったんですね。もしかしてこれ優勝になっちゃうぞってで集まった時に近鉄に勝たしたい気持ちに全員なんか一致だけしちゃったんですよ。あもうあんだけこんだけ頑張ったらもう近鉄だっていうなのに名前言えないですけど高澤さんがホームランねあれ青野さんかなんかでしたよね。あの時はでもじゃあ監督が勝ちにいってんだから、うん、よっしゃー高澤みたいな感じだったんです。まあこっち側としてはそうだったのやりづらくはなかったですか、うん、そんな試合ドラマティックなとこ川崎球場があんな少ない時ないじゃないですか。何回か僕らのすいません23回ぐらいあるんじゃないかな。有藤さんが抗議行ったじゃないですか。あの時も通常の試合の感じの抗議に感じたわけですね。僕らはもうロッテが頑張ってくれればいいのになんでこんな長く抗議してんだろうって。あの時の有藤監督もねやっぱりいろいろな思いで抗議行ったんじゃないかなっていうのあるんでとにかくやっぱ意地だったんですね。そうだねビリだけビリでも勝つぞって負けれないと。で2試合目その最後バッター羽田さんやったかなでセカンドやっててで延長先の延長ありませんと中でセカンドゴロ来たらワンアウトランナー一塁でセカンドゴロがでパッと取って普通にプレーしたらあダブルプレーで。近鉄の優勝なくなるなっていうもうそのゴロはねやっぱり転がってきて自分が取るまで、うん、そんな時間ないじゃない。ないですね。普通の中で自分の中であこれ取ってゲッツーともいつまでか取ってセカンドベース寄りのゴロだったんでね、はい、取って踏んでそのファースト投げてねゲッツーになったんだけどもだからわずかのそのゴロの、うん、短い時間の中でいろんなね、うん、もう考えが、ね、ありますよね、うん、打席でもこう長い時間考えられる。これ取ってダブルプレー成立させたら近鉄優勝ないわっていうのはやっぱりねあったんですよね。思いがずっと、うん、最後のね打球が飛んできたんでね節目節目やられますね本当ね。で、まあ、それで、まあ、戻らせてもらうと、うん、そういう経験もあったんで、はいはい、最後に今の3位か4位かっていう残り1つで下克上になったわけじゃないですか。その時も監督普通もう監督怒ったの見たこともないし、うん、悲しんでるのも見たことない。いやいや悲しんだのはしょっちゅう悲しんでるのか顔には出さない一番こうキャッチャーとしてはやりづらいタイプじゃないですか、うん、自分の中ではやっぱり常にね、はい平常心というかね、はいその喜怒哀楽っていうのを出さないようにっていう、そうですね、特に選手が打ってね、あるいは点取った勝ったというところは一緒になってね、喜んだっていうのはそれはもう当然あるんだけども、逆に例えば選手がエラーしたりで大事なところでエラーしたり当然ミスなんだけどもねで我々の方が現役の時にそういう時っていうのは必ず監督コーチのところにやっぱり視線がいくわけじゃない。ね、でそれを見た時にねうわもうベンチ帰りたくないわとかね、相手ベンチ帰りたくなる時は監督もあったんですか、そういうのは。それはもう何回もあるんで、だからやっぱそういうものを選手にね見せるとどうなのか、やっぱその後までねその選手は影響してくるんじゃないかなと思うんで、でもう普通にねやってましたよ。でももうそれは下をポンとこう蹴ったりとか見えないようにね、そんな大げさには蹴らないけどねというところで、やっぱこう顔の表情っていうのはそういう時ほど普通にしてたかなっていう、しないといけないのかなっていうのは。そうですね、それバッと叩きつけたとかなんか監督ないですもんね。でもその年に1回だけ退場してる。どういうプレーだったんですか？それはうちが攻撃の時に、まあ2つとも内野ゴロで、最初のところが本当はもうどう見てもセーフでアウトで、2回目同じような感じだったの、内野ゴロでどう見てもセーフなのにアウトってなったんでね、仙台ビジターっていうのは一塁側のダックアウトで、そこから一塁手のとこ行ってポッとこうついたら当然退場になるんだけども、その1回きり。でもそれはまあチームのためですもんね。だからやっぱりそういうことが2回続いて、監督としてやっぱり出ないわけいかないな。そりゃそうですよね。出なかったら監督何してんやとね、俺のこと全くね思ってくれてないやんかと。そうなりますよね。だから出る、それはまあ退場になったんだけども、でもその退場で良かったのはやっぱり一塁側にね監督室で当然テレビがあると、そこでほら一人でいろんなこう画面をね、ピッチャーやったら表情、バッターやったらその表情というのを見れたんで、逆にねよかった。で次の日に大阪移動ゲームだったので、そこでもう一回みんな気持ちを入れ替えるというか、一人一人全員じゃないけれども面談してね、で昨日のそういう負けたかもわからないと、俺は退場になったかもわからないんだけども、やっぱり一人一人のねその顔つきというかね目つきを見てたらまだまだ大丈夫やからというところで、でその時3連勝したのかな大阪でね。だから自分としては退場っていうのはねやっぱり良くないんだけども、やっぱチームのことを考えるといい退場だったんじゃないかな。そうでしょうね。監督やんないとみんなわかんないのは、講義行くときに選手のことを思ってっていうのが、まあ、一番先ですよね。それはね、たまに島って今ヤクルトでキャッチャーいるじゃないですか。あいつはライト線、札幌ドーム一塁側じゃないですか。ライト線のファールかフェアなんか見えないでしょ。そんなのにあいつは打ってるから見えるんですよ。で俺の顔見て「カットだよフェアスフェアス」って言うからとりあえず審判とか言って「本人フェアって言ったよ」そしたら野郎嘘ついてやがってファールだったんです。映像見たらファールじゃないかな。